直角換わりで、早繰り銀という戦型でしたけれども、まあ、これはあの、まあ、作戦だったと思うんですけれども、進んでみてどんな印象だったでしょうか。そうですね、あの後手に常に選択肢が多くて中盤戦が非常に難しい勝負だったなというふうに思います。指していてもあの、すごく複雑で、はい、読んでいても分からない変化が多かったです。そうですね、夜の夜戦に入るまでのあたりでこうどこかポイントの局面、まあ、午後の時間帯すごい考える時間帯もあったと思うんですけれども、ポイントの局面ってのはどのあたりになりますでしょうか。あ、そうですね、7七桂と跳ねた局面で、7六歩と後手が攻め合ってきたんですけど、7六銀と打った方が良かったのではないかなという、まあ、感想戦での結論だったんですけど、ただまあ本譜の7六歩から7七銀も、まあ、先手としても怖いところでもありましたし、まあ、7六歩じゃなくて4一玉とか4二玉とかあの玉を囲う手も有力だったと思いますし、まあ、何かしら後手にいい運がありそうな感じもあったところですね。あまり自信が持てない将棋だったです。ただ、後手は後手で、結構、難しかったんだなというのが感想戦で分かったところですね。7七桂跳ねる手は結構考えてたと思うんですけれども、やはりこう勇気がいるというか決断がいるところだったんですかね。そうですね、相手に手を渡す手なのでかなり怖いところでありますね。6号飛車の方が、まあ、穏やかな展開なんですけれども、穏やかにすると駒損が響いてしまいそうなので、あの激しく行くしかないのかなというふうに思って7七桂を決断しました。7七桂に7六歩、6号桂7七銀同金同歩成6六飛車、その局面で佐々木八段が結構1時間以上長考っていう風になってたんですけれども、その局面っていうのはどんな印象だったですか。一応7七桂跳ねた時に6六飛車までで結構後手に手が難しいのではないかなというふうに思ってはいましたので、まあいけるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあでも見込まれたということは何かあるのかなというふうに怖い気もしていました。ただ対局中にその佐々木八段が直行されている間に自分も考えてみると、まあ、先手がいける順が多かったのかなというふうに思いまして、まあまあ、読みにない手が来なければ先手が少しいけるかなというふうに思いました。その後まあ、5五金と来て、それで5三桂成から、まあ、結構何手かはスムーズに進んでたところだと思うんですけれど、5五銀と金を取って6五歩6四歩と連打する、そのあたりでもまたちょっと考えてましたね。そのあたりというのはどうだったんでしょう。そうですね、要は先手が見た目としていけそうな展開になって、何かこううまい決め手がないかなというふうにしたんですけど、ただこう、先手右玉で逆王手の筋、まあ、逆王手とか王手で両手をかけ両取りをかけられる筋がかなりたくさん出てくるので複雑で、なんか決め手がありそうなんですけど、見つからないというもどかしい展開でしたね。まあ、ギリギリのとこだったんですけど、まあ、本譜は少し穏やかに順を選びました。まあ、結構攻める手が続く中で5八金打と一旦自陣に手を戻してというところで、まあ、手の流れ的にはまあ、はためから見るとちょっと意外な進行なのかなと思ったんですけども、そのあたりのこうその場でひねり出したっていう感じなのか、手応えとかいかがだったですか。そうですね、3六桂と打たれて、なんかそれで、まあ、後手玉へ攻めていけるつもりだったんですけど、読んでるうちに、なんか、ま
底積みは、まあ、なさそうですし、ちょっと前に詰めるもの分からなく、まあ、先手も6八銀から、まあ、バラされて6七歩叩かれると相当危ないので、何か後手に手段がありそうで、もうちょっと、危険だなと思い、5八金は流れとしてはおかしいんですけど、で、まあギリギリ残してるのかなというふうに思って、まあ、そんなに後手にも選択肢が多くないので、まあ、踏み込む順よりこちらの方が分かりやすいのかなと思って指しました。ただまあ、怖いところでもありましたね。その後、3四歩と打つところでまた佐々木八段がちょっと考えてたんですけれども、まあどうでしょう、あの5八金打ってからは割と想定通りの投了まで想定通りの進行だったんでしょうか。あ、そうですね、あの5八金打ちにあの、まあ、6七歩決めるかどうかは別として7六角が先手としては、まあ、怖い変化ですので、まあ、その変化は最初に読んだところで、まあ、一応3四歩がぴったりでいけるかなというふうに思ってましたので、まあそうですね、歩まあ、ギリギリですけど先手が残してたかなというところですね。あの、まあ、見ている方に分かりやすいようにということなんですけれど、最後はこう詰みというよりはこう必死になるということでいいんでしょうか。そうですね、4五桂に、3四玉と上がることになると思うんですけど、3五歩と打ってで、そこで3五歩同玉と取って、で4六銀と打って、2五玉だと3七桂と跳ねて詰んでしまいますので、まあ、2六玉と逃げるんですけど、3七銀と引く手がぴったりで、2七玉は3八金打ちで詰みですし、まあ、2五玉、逃げれば2六金と打って、で3六の桂馬を外した手が後手玉でも詰めろになってますし、先手玉も4八に玉と上がるスペースができるので相当安全になってはっきりする感じですかね。まあ、4五桂に2玉も、まあ、3三銀とって詰みなんですけど、まあ、結構際どいというか、まあ、ぴったり詰みな感じなんで、まあまあ、最後、まあ、うまくいくようにできてたので最後だったなっていうところですね。はい、ありがとうございます。本局、まあ、改めて振り返って一局どんな勝負だったなっていう印象ですか。いや、すごく中盤から終盤にかけてが複雑で難解な将棋だったと思いました。A 級順位戦2勝目ということになるんですけれども、まあ、スコアが 2-2 になったということも含めていかがでしょうか。はい、一局一局は本当に大変で、まあ、ここまで4局差し入れましたけれども、まあ、すごく濃密な時間を過ごしているなという感覚があります。今期新A級、共に新A級の佐々木八段との対局だったんですけれども、まあ、改めて対戦してみても、まあ、本局の感想を教えていただけますでしょうか。まあ、佐々木八段は、まあ、どの棋戦でもよく語られていて充実著しい方だなというふうに思ってますし、どの戦型にも精通されていて、非常に強敵だなという印象でしたけど、やっぱ本局も、はい、まあ、すごく大変な勝負を強いられたですね。はい、まあ、A 級9局の G4 局終わったということになるんですけれども、5回戦以降に向けて一言お願いします。はい、一曲一曲、集中して引き続き頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。あ、よろしいでしょうか。はい、お疲れ様でした。ちょっと本局の話に戻ってしまうんですが、感想戦でも話題になっていたんですけども、その8六銀 7五銀打ち7四歩のあたりまで想定、まあ、時間使い方とか
を見るとそうだった、想定されてたのかなと思うんです。まああの時点でもう定石っぽい進行ではなかったと思うんですけども、ああいう局面はかなり描いていたうちの一つだったんでしょうか。ああそうですね。いやなんか後手に本当に選択肢が多くて何をやられるかが全然分かんなかったんですけど、その前の対応含め、はい、まあなんかこう人なんかこうそんなにはっきり想定してたっていうわけではないんですけど、まあなんか先手は逆に選択肢が狭くて、まあ、後手にこうやられたらこうやるしかないっていう感じの展開だったので、まあ仕方なくっていうわけでもないんですけど、あの後手についていくっていう感じだったですね、常に。まあ、あの後手が、まあ、3三歩と打つ手とか、あの8五歩と打つ手とか、あの決めに来てるっていうのですかね、形を決めに来てる手が多いので、まあ、先手としては、まあ、こうしたものかなというふうに思ってました。ただ、まあ、あの本譜7三角と打つと、打つところで6五歩かどうかとかをするのが悩ましいところでしたね。1回戦から戦いぶりを見ていると、なんというかその一局に照準を合わせていく、フォーカスしていくみたいなところでいうと、なんかあのタイトル戦戦われている時の中村茶の、照準の合わせ方みたいなものとなんか近しいような何かを感じるところは1回戦からあるんですけど、その、まあ、研究準備みたいなものも含めて、まあ順位戦って常に重いものであると思うんですけども、そういったこう A 級に向かう、この1局に向かうっていうところでは、なんかその準備期間も含めて どのように立ち向かっているという感じなんでしょうか。そうですね、まあ、順位戦は先後も決まってますし、準備しやすい意味もありますので、まあ A 級優先、なんていうんですかね、まあ、他のクラスで準備していったところではあるんですけれども、まあでも、なんていうんでしょうか、まあそうですね。やれることを、はい、やろうかなというところで、まあ、一生懸命準備含め、はい、やってるところです。ありがとうございます。単純な疑問なんですけども、朝駒並んでから余り歩とチェンジされたと思うんですが、あれ変える方と変えない方って棋士2種類で、割とこう変える方はの方が少し少数派なのかなと思うですが、以前からそういう先生はそういう傾向があると思うんですが、何か何おまじない的なことなのか、何が違うんですかね。駒の模様が微妙に違うので、木の模様がちょっと違うので、まあなるべく揃ったというか、明るい色とか暗い色とかがごちゃごちゃにならないように、なるべく統一感があるようにというのと、少し傷がついてたりしたものがもしあったら、それもちょっとなるべく外したけど、まあ歩は2枚ぐらい余りますので、はい、まあ、特にトラフの駒とかだと、はい、より高いぐらいがあるので、ね、どうですかね、見やすいようにっていうところですね、はい、ありがとうございます。毎度おなじみ告知コーナーなんですけど、告知コーナー何かありますか。将棋の日とか今度は。そうですね。将棋の日仙台に伺います、ので、はい、現地にいらっしゃる方はよろしくお願いします。あと、10月末には高槻に初めて伺いますので、それを楽しみにしております。まだ申し込みもまだ申し込みというか拝見、行っては方はぜひいらしていただきたいなというふうに思います。あとはそうですね、第5期クラウドファンディングが、はい、10月から始まっておりまして、今期ありがたいことに多くの支援をいただいておりますけど、まだまだ募集を
続いておりますので、あの今期非常に豊富なラインナップ揃っておりますので、あのぜひご支援いただけたらなと思います。よろしくお願いします。さらにあの太一はじめチャンネルと囲碁将棋 TV のコラボ企画、いつ実現させていただけるんでしょうか。あのみんな心待ちにしているんですが、こちらこそお願いします。あの、皆さんの方が忙しいでしょうから早く言って話せますので、いや、ありがとうございます。ぜひお願いします。最近面白かった対局っていうコーナー面白いですね。ああ、ありがとうございます。いや、そう言っていただけるとなんかただの雑談みたいな感じなんですけど、あの将棋中継多いので、なんかそういうのを見てもらえるきっかけになればなと思ってやってます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また、ご回線かもよろしくお願いします。お願いします。ちょっとまだカメラしばらく動いたままになってしまいますが、はい、退出していただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。